歌国殿、宇津塩への御礼重々お察しいたしますが、これ以上この宇津塩にとどまるのは限界です。俺に払わせてください。ほら、もじゃ、起きるよ。あいつがまた何かやらかさねえか不安なだけだ。ねえ、善子、僕のブラッシング、まだ？もうちょっと。 SOS？ 何これ、事件ですか、事故ですか？この仕事を片付けるのを手伝って。この仕事引き受けましょう。あ、惑わされてんじゃねえよ。怖い目や危ない目にあったりもする。だけどそんな妖怪たちの気持ちがわかるから、ずっとこのバイトを続けていきたいんだ。もののけ庵主、阿部の春樹、隔離用の扉をお頼み申す。